で、特に小学校の先生になる卒業生が多いような大学だったんですけれども、そこでだから小学校っていう現場にすごく頻繁に足を踏み入れる、そう、研究上の関心ではなくてですね、足を踏み入れることになった時に、やっぱり今のその問題意識というのが出てきてというか、改めてそれまで自分はその学校で行っている具体的な実践のレベルといいますか、そういうことにほとんど関心持ってきてなくて、最初は統計的なアプローチで勉強を始めましたし、その後はずっと歴史研究でやってきたので、具体的な実あのに人と人とのやり取りの現場を見るっていうタイプの、社会学では質的研究とか質的調査と呼ばれるタイプの研究なんですけども、そういうのはやってこなかった、専門じゃなかったんですけども、それを、そういう学校の現場を見てから、とても、なんというか、ある意味で自分の、その先生がやってる仕事に対する認識の浅さも痛感しましたし、やっぱり当たり前ですけど、とてもいろんなことを考えて、実践、組み立てられてらっしゃる先生がいて、もちろん全員じゃないかもしれませんけども、しかしかなり多くいて、で、その中の何人かの方は、私のような、教育の実践の専門家じゃない人間に、どういう考えでこれをやっているかとか、なぜこういう子どもへの働きかけをしたかっていうのを、私にも分かるように言語化してくださる先生っていうのは、これは何人かいらっしゃって、これはとても面白い、まず研究対象として面白いと思いましたし、あとやっぱり重要なところ、自分はその言葉が届いてないなという感覚だけ持ってた部分はあるんですけども、逆に言うと、私の方も、じゃあ現場の人たちが何を考えてこういう実践をしているのかとか、あるいは子どもの家庭環境のことを、学校での子どもとのやり取りでは持ち込まない。で、仮に言ってる時に、もちろんそれには問題になる側面もあるかもしれないけれども、実践上の合理性もあるっていう部分はあるわけですよね。もう学校の中ではみんな一緒に扱う。もちろんそのことは問題、負の面もある。負の面もあるんだけども、そういうふうな教師の取り組みには実践上の合理性があるっていうことにも気づくようになりまして、この2つをこう、調停するというか、こう結びつける、その間のコミュニケーションをこううまく接続できるような、そういう仕事ができたらいいなっていうことを、筑波大学に来てからは、前の大学でそういう経験を得たことを踏まえて、割とそういう関心に移ってきていますね。ですから、歴史研究、歴史的な関心ももちろん持ち続けていますけれども、もう一方で、実践の現場で、やられている人たちのロジックっていうかな、実践の論理というのを、きちんと学術的な言葉にうまく昇華して、そして、伝えられればというか、シェアできればいいなっていうことを最近は考えています。なるほど。結局日本で私がよく聞くのは、どういう家庭に生まれても、その子が頑張れば必ず成功するっていう、そういう考えっていうのが特に学校には多いなっていう感じがしていて、努力神話って感じですよ努ね。力神話、そう。で、それもその子がきっと幸せになる、成功できるっていうのが、その子の人間性とか性格っていうものではなくて、本当に点数の偏差値っていうか、それが上がれば、で、しかもそれを学校が保障してあげれば、その子は幸せになれるんだっていうふうな形で、で、割と熱意のある先生っていうのは、いろんな家庭があるからこそ、その家庭の格差っていうのによらない、中立的なっていうか、もっと言うと、恵まれていない家庭の生徒に対して学校がやってあげないといけないんだっていう、なんか強い思いを持ってらっしゃるような気がするんですけれど、先生、その辺いかがですか？おっしゃることは私も感じます。で、その時に、ただそこでも先生のタイプが、大きく分けると、すごく大雑把な分け方になっちゃうんですけど、2つに分かれる気がしていて、つまり、学校でそういう働きかけをしてあげることが重要なんだって言った時に、どのような働きかけ方をするか、
で、例えば学校でのパフォーマンスが上がった方が将来いいんだっていうことが、まあ、一般的には多分言えると思うんですね。統計的な相関性で言えば、それは一般的には言えると思うんですけど、その時に、例えば点数が上がるっていうことはどういうことなのかとか、あるいは点数が上がるということ以外の要素もあって、そういう問題をどう考えた上で、それを具体的な授業とか、あるいは子どもとのやり取りのあり方に反映させていくかっていう時に、やっぱりちょっと分かれる気がするんですね。で、一方では、やっぱりその、なんていう、言葉のチョイスが難しいですけども、とにかくやらせるっていうか、で、大人が、教師が関わってあげないと子どもは伸びないというか、そのことをもって教師の責任というふうに、社会的な責務というふうに考える方がいらっしゃる。そうすると、どうしてもですね、まあ、ちょっと私、言葉のチョイスが下手なのであれですけども、ちょっとしばき上げ系になりがちというか、例えば、そうですね、まあ、そうですね、いろんな問題解かせて、ドリル的なものを繰り返し解かせて、とにかく学力をつけてあげるんだと。で、学力が上がれば、成功していけるんだという。で、もちろん学力は上がった方はいいんですけども、問題はこの、その子どもの接し方が持ってる別の機能というか、別の側面、子どもに持って持つ意味っていうのがあると思うんですね。で、他方で私が特にその前の、さっき申し上げました大学に行った時に、私がとりわけその教育実践、授業実践というものにの認識を改める結果になったのが、まあ、愛知県の東浦町というところにある、まあ、知多半島の根元ぐらいのところなんですけども、ある小学校に行きまして、そこで個別化個性化教育って言われる教育実践をやってる小学校だったんですね。でもほとんど授業の、なんていうんですかね、要するに場所、勉強する場所を子どもがチョイスしていい。まずこの時点、ちょっとおかしいわけですね。つまり、先生が黒板の前で教えて、子どもたちが、まあ、どういう並び方かは別として、机に座って、40分とか45分授業を受けるっていうんじゃなくて、その勉強の教材は何パターンかこうプリントにして、先生がもうすでに用意してるんですね、学校のところに。で、それを子どもが、自分はまずどのコースを選ぶかっていうのを選べるんですよ、子どもが。で、そのコースの特徴とかも先生に聞いて、説明を受けてですね。で、そうすると、それぞれのコースが、その授業の単元を、やり方は違っても、それぞれ、どれを選んでも、その単元がコンプリートできるように、それぞれのコースが組まれていて、で、どれかチョイスしてやって、で、途中途中でところどころチェックポイントがあってですね、そこは先生に見てもらう必要があるんですけども、で、チェックポイントを通れたら、じゃあ行っていいよって言って、また続けるっていうようなタイプの授業をされててですね、それまで教育社会学の世界では、そういう子どもの自由度を増すと、子どもの自由度を増すと格差が広がるっていう言説が、研究者の中で割と一般的だったんですね。有名な、まあ、例えば狩谷武彦先生とかですね、今、オックスフォード大学の。つまり、やっぱり子どもには関わらないといけないんだと。で、子どもの自由度が増す授業になればなるほど、もともと持っている家庭環境の、それこそ出身階級の要因がダイレクトに出てきてしまうから、そういう授業実践が広まってしまうことに、すごく危惧の念を表明するっていう言説が、2000年、それこそさっきの00年代から非常に強くなって、で、それからするとですね、で、私その時点ではまだそういう頭になってましたから、そういう学校で公開授業やるから見に行こうかってなった時に、もうこれはもう格差の問題だっていうノリで 見に行ったんですね。そしたらそこは、まあ、とても、結構規模の大きい県営団地が校区にある小学校で、まあ、ほぼその県営団地から皆さんいらっしゃる。で、県営団地っていうことは、まあ、いろんな福祉的なその、サービスを受けてる家庭の子どもさんの比率が多くなるっていうことで、で、特に愛知県でしたので、外国人労働者の、世帯のお子さんもかなりいらっしゃるところで、で、当時も全国学力テスト、小学校、何年生でしたっけ、小学校5年生か、と中学2年生の、全国学力テストでやっても、やはりもう、
非常に点数が悪いっていうことがあったので、そんなところでどうして今時こんな実践やるんだろうとちょっと疑問に思いながら、そしてさっき言ったような教育社会学における学術的なエビデンスは実はすごく脆弱だったんですけれども、研究者の言説としてすごく強くあった、子どもの自由度を増す授業をやると格差がダイレクトに反映するっていう思い込みがあったので、どうだろうと思って見に行ったらですね、ちょっとまあ衝撃を受けたというか、まあちょっとこれも私の偏見混じりなんですよ。パッと見て、あ、この子ちょっと一斉授業だと、ちょっとあんまり落ち着かなかったり、最後まで一緒に机に座ってるの無理そうだなっていう、ちょっともう明らかに偏見ですよ、偏見ですけども、そういう印象を受けてしまった子が、まずチャイムが鳴らないんですね、その学校は。だから授業時間になったら自動的に自分の、勉強するスペース、どこでもいいってわけじゃないんです。自分の教室かオープンスペースか図書室みたいな一定のその指定はあるんですけども、そこだったらどこでもいい。で、特にオープンスペースは下がカーペットになってるので、あぐらをかいて勉強するみたいな、寺子屋みたいな 勉強の仕方もやろうと思ったらできるっていう時に、その子がカーペット敷きの部屋にペタンって座って、まあ、やり始めたんですね、そのコースに。そしたらまだそういう状況になってない子が、まあ、ちょっとそのオープンスペースを、まあ、走り回ってるってほどじゃないですけども、ちょっとじゃれ合ったりした時に、そっちの方を向いて、もう授業の時間始まってんだから静かにしろよって言ったんですよ。それ結構私には衝撃だったんですね。それでさっき言ったような形式の、まあ、かなり子どもの自由度を増す実践をやられていて、でどうしてそうなのかっていうか、そもそもですね、こういう実践が生まれたその歴史的な源流をたどると、まあ、いくつか複数あるんですけども、その一つの重要な路線っていうのは、むしろ家庭環境的になかなかそういう家に文化的なというか、そういう勉強するような雰囲気がなかったりする子どもたちに、いかに、まあ、効率っていう言葉はあんまり語弊があるかもしれませんけれども、むしろそういう子どものことを考えて、そういうやり方っていうのが編み出されてきたっていうルーツはある、歴史的な。もちろん違う考えの、実践には複数の教育思想というか社会思想のルーツがありますので、それだけではないんですけれども、そういうものもあるということをこう見たりしたときに、やっぱりちょっと、なんていうかな、先ほど言ったような関心というのが強くなってきて、まあ、今に至ってるというか、はい、すいません、ちょっと話長くなっちゃいました。私今先生のお話を聞いていてもゾッとしたんですけど、実はコロナになる1年前に2019年に私ドイツのベルリンの学校にちょっと、見に行ってきたんですけど、その学校はティール組織の学校っていうふうに有名な学校で、やっぱり今先生がおっしゃったような教育っていうのをギムナジウムなんですけどしてるんですね、中高一貫で。でそこは学年も自分で、選んでよくて、科目ごとに学年選ぶ、学年というかクラスですね、クラスを選ぶんですけれど、私がいろいろずっと見ていると、数学のクラスに入るとやっぱり窓際にずっとカウンターがあって、で真ん中辺に大きい机もあってっていうふうにして、みんな勝手にそれこそカウンターで一人で勉強してる子もいれば、その大きい机のところでワイワイ言ってる子もいれば、で先生どこにいるんだろうと思ってみたら、先生なんかホワイトボードのところに立ってて、周りに2人ぐらい生徒がいておしゃべりしてるんですね。でおしゃべりしたらまたかえあの大きい机に帰ってみんなに教えてあげたりとか、でその間にその大きい机の子がカウンターの方に行ったりとかっていうふうに、自分で自由にそれこそテクストも勉強のやり方も決めてやってる、到達度も決めてやっていて、で2週間に1回その担任の先生っていうのと面談して、今いい感じとか、いやちょっと別のクラスに行きたいかなみたいな感じで、生徒が自分の学びの デザインっていうのができて、試行錯誤ができるんですね。
やってみてうまくいかなかったら変えるっていうのを生徒と先生が相談をしながらこう一緒にやっていけるっていうので、私いろんなそこの子